劇中、レンブラントホテルとして使われた、リーガロイヤルホテル成田、シンデレラは眠らないは、2000年1月10日から3月6日まで、日本テレビ系列で毎週月曜22時22時54分に放送された、読売テレビ制作のテレビドラマ。平均視聴率は7.6%。テラカン、カズコの女性漫画、獅子の娘が、原案ではあるが、オリジナルストーリーに近い。 キャッチコピーは、お前を苦しめるすべてのものを、用意した。母、秋子が見込んで出産したため、父の顔を知らずに育った、橋本陽子。そして、中学3年生の時に母も高い。中学卒業後、定時制高校に進学と同時に、鉄工所に溶接校として就職していた。高校を卒業し、正社員に昇格した後の1999年の、冬。 賃金が安いことを不満に思い、着服して逃げ出した同僚を追いかける陽子を見ず、知らずの男が手助けする。この男は、一流ホテル、レンブラントホテルの社長、岡田宗介であり、陽子の実の父親であった。岡田の指示で、秘書室長の剛義よしは陽子を偵察しており、やがてクリスマスの午後に、虎の門で宗介と待ち合わせると伝える。しかし、宗介は、 当日の昼食を、正常の自宅で家族とし終えた矢先に突如倒れて、帰らぬ人となり、陽子は霊安室で父親と岡田の遺族に対面する。死亡診断書には、心筋梗塞と書かれていた。後日、強氏は陽子を、レンブラントの取締役会へ連れ込み、社長に就任させた。宗介の遺言状には、個人資産は妻の紫と、 子供たちが相続するが、レンブラントの全株式は認知した娘の洋子に相続させると書かれていたからであった。こうして、溶接校から一流ホテルチェーンの社長というシンデレラのような変身を遂げた洋子だったが、これに不満を感じた宗介の妻、紫や娘のとは、こういう関係を通じて金に物を言わせ、辛い仕打ちを受けさせることになる。 しかし、陽子に心を開き始めたトールは、宗介は誰かに毒殺されたと疑っていた。一方、父親を視察して、少年院送りの反歴がある剛よの過去を抹消させて、秘書室長に祭り上げた、剛よの中学の同級生で愛人でもある、営業企画室長の小池理香子は、影で剛よと共謀して、レンブラントの乗っ取りを進めていた。つは、とと婚約することで、 レンブラントを乗っ取ろうとしていたが、陽子の登場で計画が狂い始め、やがてゴーと陽子は、次第に互いの孤独を分かち合い、紫や、との反発を仕切って、急遽結婚することになった。同じ頃、宗助の診断書を書いた医師の小田島の遺体が、山中で発見された。紫が陽子を懲らしめるために依頼していたヤクザを、ツヨシやリカコが、それぞれ偶然見つけて利用し、 強氏が殺害を依頼したのであった。そして2000年3月の午前、盛大な結婚式がレンブラントで催される。陽子の真上には、シンデレラの魔法が溶ける12時に落下するようにリカ子が仕掛けたシャンデリアがあることを知らずに、小田島の殺害の捜査で警察が動き出した。刑事の春太らが病院を捜索したところ、宗介の血液を発見、鑑定で生産が検出された。 診断書の内容は、トールの指摘の通り、虚偽であったことが判明する。シャンデリアの落下に直撃したヨーコととっさにかばった、ヨシノリは病院に搬送されたが、ハルタらが合わせてこの事件についても捜査する。その過程で、宗介の娘のヨーコの婚約者であるヨシノリは、退職間近のハルタが、宮城県警に在職していた時に担当した、かつての中学生であり、 宗ケの殺害についても捜査を進める。ありがとうございます。